あのもどうも、孤独でございます。今日ね、帰ってきたら、これ届いてました。広報盛岡っていうのが届いてましたね。いつも僕、これ見ててね、気になることあるんです。気になること。で、何かっていうと、この表題のところの、英語の盛岡っていうところはね、文字、普通に文字入れてると思うんですけど、広報盛岡ってこの漢字と、ひらがなのところは、これ画像ね、もう前からある画像を貼り付けてんだろうなって言って、点々点々ってギザ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 ーってなってるんですよ。すごく気になる、細かいところなんですけど、気になるんで、もう一回これイラストレーターが何かのソフトを使って、デザインし直した方がいいのかなと、ちょっとね、感じてました。で、今回はですね、この表題の一番一面の目立つところに、姿勢にあなたの声をっていうのがありましてね、市長さんが去年変わって、市民の声を聞きましょうと、それを姿勢に役立てましょうということですね。江戸時代の目安箱みたいなのを設置したということです。で、僕、わざわざ盛岡市役所に行ってね、これ入れるのもね、めんどくさいから で、動画回してました。もしね、盛岡市の役所の方がね、これ見てれば、市長さんにちょっと言ってください。こういうの言ってたやつがいたよということで、動画を通して僕は意見申し上げますっていうところですね。一応昔ね、新庄のタイル屋さんあるじゃないですか。今も社長さんやってるかわかんないですけど、市長さんが前っていうかね、現役かもしれないですけど、社長さんやってたところを銀行時代に担当してました。先代の社長さんにはね、お世話になった。そういう間柄ですので、決して怪しいものじゃありません。で、僕はね、何をご意見差し上げたいかっていうと、盛岡はね、もうちょっとこう、ラーメンに力を入れてった方がいいんじゃないですかということですね。で、盛岡のご存知の通り、わんこそば、じゃじゃ麺、盛岡冷麺と3大麺あるんですね。ただその3つの麺を足しても、市場規模としてはやっぱり圧倒的にラーメンの方が大きいわけですよ。だから経済的なことを考えた時に、ラーメンの方をしていった方が、それを目当てにですね、来る観光客も増えるんじゃないかなと思っております。まあ、激戦なんで、全国激戦なんですけども、やっぱりそれにあえてチャレンジしてほしいというのが、私がね、訴えたいところです。じゃあ、盛岡ラーメンというどういうのなのっていうことなんですけども、僕的にはね、昔盛岡の大通りにあった日光軒っていう名店がありました。で、あれが僕の長野盛岡冷麺ですよ。僕の原点の盛岡ラーメンってあれじゃないかなと思ってですね。麺は細い縮れ麺ですね。ちょっと黄色みがかった麺で、で、醤油はね、濃い色してるんですよ。濃い色してる。一見しょっぱいかなというような色なんですけども、食べると、この香味野菜、鶏ガラと香味野菜で出汁取ってると思うんですけども、あれのこう深みが出てくるような、そんな奥深いラーメンが僕の中の盛岡ラーメン、ということです。ただ僕の中なんでね、できればもし僕が言ってることがラーメンいいなってなったら、市民からね、声吸い取ればいいんじゃないですかね。あなたの考える盛岡ラーメンってどんなんですか。で、それで投票して、一番多かったのを盛岡ラーメン像って定義を作るわけですよ。定義をね。そんなことをやればいいんじゃないかなと。あとは昔ながらずっとやってて、業として製麺屋さんとか醤油屋さん柄の声も拾えばいいんじゃないですかね。例えば、川目の工業団地に吉水製麺さんっていうところがあるんですけども、あそこはね、もともと製麺屋さんをやる前に新田町でラーメン屋さんやってたんですよ。で、そのラーメン屋さんがすごく繁盛してて、そこからね、いろいろとこういろんなお店から麺を作ってくれないかと、あなたのどこのラーメンおいしいから麺を作ってくれないかって言われたのが、子どもの製麺業を始めるきっかけになったらしいんですね。だから吉水さんからも聞いて、昔の吉水さんがやってたラーメンってどういうのなんですかって、今の社長さんとかに聞けば教えてくれんじゃないですかね。で、そういうのも元にして、あと市民の声も聞きながら、誰がね、選考委員会みたいなのね、作って、こうやってね、盛岡ラーメンの定義をこうしましょう。で、その盛岡ラーメンなるものの定義が決まったら、
これをあなた方1店舗1店舗でラーメンを作ってみませんかって、こういろんな飲食店に声かけます。ラーメン店に限りません。いろんな居酒屋とかでもいいんじゃないですかね。夜だけの締めでもいいと思うんで、それをやって、どっか市民がね、こう投票する、市民だけじゃなくて、観光客で来た人とかね、あと出張で仕事で来た人からも、まあ、インターネットで一番やればいいの。ただインターネットだと食べたこともない人が投票する可能性があるんで、やっぱ各お店に、箱を作ってそこに投票するかな。ただそうするとちょっと不正投票なんかも考えられるから、そこはちょっと考えましょう。考えましょう。何かいいきっかけがあって、それを築地ベースで公表するわけです。公表するわけです。で、1位からずっとね、最下位まであえて公表して、で、上位の5店舗だったら5店舗が月に1回集って、そのイベントをやると。月に1回ぐらいやった方がいいですよね。イベントで、その盛岡の今回の上位のところのお店のラーメンですよってやればいいんじゃないですかね。で、場所は、あ、そうです。市場。あそこはね、排水もちゃんとしてるでしょ？で、料理教室なんかできるキッチンもあるんで、あそこでやればいいんじゃないですかね。で、そこで、集って、それこそイベントでよくやるじゃないですか。こう300円ぐらいで食べて、そこで美味しかったというところを投票する。また投票制ですよ。で、そこでまた1位から5位までやって、そうすると、もし1位取ったところはね、それでお店のブランディングにもなるわけですから、まあ、ウィンウィンの関係ですよね。で、それから、漏れた人たち、今回はダメだったけども、また次頑張るぞっていう人がいたら、またそれを切磋琢磨して、どん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 こう回転していくっていう、それで盛岡ラーメンを盛り上げていってほしいなと、観光の起爆剤にもしてほしいなというところなんですね。ちょっと待っててもらっていい？猫がね、うるさいの。うるさい。ちょっと待ってくださいね。はい、どうぞ。はいはい。なんかね、さっきね、うるさいから、外に出したの。夫人の茶色のコム。コムおいで。コム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 おいで。はいはいはい。おいで。茶色のコム、ここにいるの。ここに。ここね。この子ね。茶色のコムでございます。こんにちは、こんにちは。コムです。一応ね、昔ね、僕インスタグラムにハマってた時、人気者になってるからね。全国の人気者になったコムでございます。まあ、コムのことはよしとして。あ、小麦だよ、小麦。ラーメンだよ、やっぱりね。ラーメン、お前ラーメンみたいなもんだからね。うん、だからね、それをぜひやっていただきたい。やっていただきたい。この動画を、市役所の職員さん見てたら、市長さんに言ってください。あと市長さんにね、声が聞く人、もうちょっと待ってね、もうちょっと待ってね。はいはいはい、どうぞ。今度はね、サバシロのあんちゃんで、あんちゃんもね、うるさかったら外に出した。 あんちゃんおいで、あんちゃんおいで、あんちゃん。 あ、サバラーメンなんかもいいんだろ。今思いついた。あ、ダメダメか。俺、盛岡ラーメンって言って、いろんなラーメンごっちゃ混ぜにするとダメですよね。まあ、そういうことでございました。もしよかったらね、僕の意見をね、市政に反映していただいて、盛岡をもっともっと盛り上げると、食の部分で盛り上げるという孤独の企みでございました。打ち札しよう。どうですか。よろしくお願いします。それではまた次回もよろしくでーす。